練習場密着って形で、ちょっと練習しながら、はい、まあ、アイアンとドライバーでちょっと聞きたいことがあるんで、アイアンからいつも通り練習をお願いします。わかりました、よろしくお願いします。今日ちょっとフェード打つと全部風流されてる。うん、絶対上強いよ。強いです、台風の風、ね、すごいわ、風が。うん、絶対いい球なのに流されて、最後の方で、最後どんどんこう、その練習場の練習場のボールって軽いから、普通の本球なんかタイトルしてて普通のボールと違って流されやすい。 あとあれですよね、練習場のボールってちょっとこう捕まり抑えてますよね。あ、そうですね。なんかそう、僕なんかスライスのイメージで練習場でなってて、コース行くと普通にあの普通のボールを使うと、まっすぐ行く、いつもあれ今日調子いいなみたいな感じで。そうそうそう、どこの練習場もそうです、ね、あのネット飛び越えないために、あーあの飛ばなくなってるんで、まあ、ちょっとね、はい、だいたいワンピースとかツーピースボールが多いんで練習場は。いやー、そう捕まえようとするとよくない。リノちゃんといえば、はい、僕いつもあの低いあの球じゃないですか、ドライバーで、はい、低い球筋、はい、あれはどうやって打ってるんですか。レバー、まあ風がアゲンストとかの時はちょっと球の位置を、まあ基本ドライバーの球の位置って左足かかと内側の延長線上にボールってあるじゃないですか、はい、それをちょっと内側に入れます。右足よりに少しここじゃなくてちょっと内側で、そうすることでロフトが立って、であとテイクバックで最初上げるときにボールの後ろ 3-40cm は絶対にフェースを開いて上げないこと、とにかくこのフェースを開かずに、はいはいはい、閉じながら、いや開かないだけで、閉じるわけじゃなくて、なるほどね、その構えたところのまま変えない、開かない、うん、開かないで意識するとロフトそのまま、まあ開いてあげてインパクトの時閉じればいいじゃんって人もいるんですけど、開いてあげて閉じようとすると絶対チーピンが出るんで、最初からもう開かないであげてそのままこの角度変えずに当ててくれば低い球が出るんで、まああとはあれですね、しっかり頭の高さをキープして打つ時もこのままってイメージにしとかないと、こう軸が右にこう傾いちゃうと自分でこうロフト、あのフェースが開いた状態を作っちゃうんで球が上がっちゃうから低い球は打てないので、もう最初にこの構えたこのポジションを変えずにこのまま打つような意識でくれば低くて風に負けない強い球が打てるようになりますね。なるほど。まあ大事なポイントとしてはこのフェースターン、ここを少なくする、最初のボール構えたところの、まあ、30センチ40センチぐらいまでは変えないでしっかりそのまま上げるっていう、ちょっとアマチュアの人ってまあ一概には言えないんですけども、少しこう開いてこうインサイドにこう引きがちこうなっちゃうんで、ここはこのまま、まっすぐこの辺までまっすぐ上げる、自分の右足の前あたりが目安ですかね。構えたところの右足の前あたり、ここまではフェースはまっすぐでゆっくり丁寧に
上げるように、うん、これをしょいってこう手で上げちゃうと低い球は打てないので、ゆっくり丁寧にここまで上げるように、あとそこからは普通にやっても戻りやすくなってくるんで元の位置、そこが大事なポイントですね。はいやってみます。じゃあうん、今のイメージでしっかり低く、うん、今日でもどうしてもアゲンストだから低く打ってもちょっと上がっちゃう、ね、なんかこうってこ う, そうホップするっていうかしやすいよね、条件ちょっと。でも全然球は違 う, う、ね、球良かったけど、なんか上がっちゃいますね。う、うん、いいっすね。ありがとうございます。あれ、気になったのが、あの、はい、低く打つと距離は落ちるんですか、あれは。距離は落ちないです。あんま変わんないですか。はい、まあまあもちろんその段の量とかは変わるけど、そうですね、失敗して低く出た球と違って狙って低く出すんで、別にそんなに変わる、もう本当に変わっても 1,2 ヤードぐらいだけど、そんな変わんないですね。段、まあ、だよね多分ね、キャリーしてから。基本そうですね、あの、うん、ラフに落ちない限りは距離は変わらないです。同じところに落ちてフェアウェイに落ちるんであれば、まあ、低い球だろうが高い球だろうが、逆に低い球の方がランでるんで飛ぶかもしれない、うん、ちゃんと狙ってしっかり当たって低い球は飛びます。ああ、これがスティンガーっていう。ああ、でもそうですね、スティンガーだと今の、また違うの、スティンガーとはまた違うんだ。いや、まあ、今の感じの理論でさらにちょっとこうラインを出す、あー、なるほど、こう打っていくのがスティンガーで、今私はもう普通のショットでの低い球を今やってたんで、もうスティンガーだともっとちょっと最終的にフォローのところでちょっとこうライン出し、うんうん、もっと右足寄りに構えて、もう少しこうフォローも低く出すイメージがスティンガーかなっていう。だからずっと左に体重は乗ってる感じですね、スティンガーの場合は。なるほど。体重移動そんなしない。うまこういう感じですすごこれが本当スティンガー、本当にとにかくまっすぐ置きたくて、フェアウェイ右左行きたくないよって時で、まあ、多少距離落ちるけどもう風には負けない、これがスティンガーショットの近くです。すげえこれは全然超低かった。はい、あ、ちょっとそう違うのか、そう、僕ずっとスティンガーの近くなのかと思ったんだけど。あ、違います、違います。スティンガーはもう左足、体重移動しないで左にしちゃって、ね、体重移動するとその時点でちょっとやっぱりこういう浮き出しやすいん で、うん、でね、左足に体重乗せたままフォローを低めるこうで、今さっき打ったような感じで、本当にもうそのフィニッシュ取ったりとかせずにもうこのままがスティンガー持ち方です。なるほど、はい、それもそれでありです。確かに、はい、これはすごい、なんか2つ勉強した。はいそうですね、ドライバーだけじゃなくてアイアンも今と同じような感じで、左足体重でちょっとボールを内側右足寄りに置いてフォローを低く出して、もうライン出しのイメージでもうフィニッシュがここって感じ、うん、ここまでやらずにもう低くっていう感じのイメージで打てば今みたいなスティンガーが打てるんで、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今回ちょっと3本、はい、ウェッジとあのクロスハンドのドリルと、うん、手元が浮かないと、うんうんうん、まあ、アイアンでちゃんとした飛距離がの出し方、はい、ハンドファースト、はい、と最後低弾道ドライバーとスティンガーみたいな感じ、うん、打ち方。ありがとうございます、はい、またあの半年後ぐらいにはい、そうですね、そろそろなんか新しいドリルないかな、また新しいドリル出てくると思うんでまた来てください多分ね、みんなも多分最新の理論じゃないですか、あ、そうですね、選手の理論って、そう、なんか最新の情報が得られるんで、あ、まあ、今は理論こんな感じです。
ありがとうございます。打てたらかっこいい、かっこいい低い打ちだった球練習、はい、お邪魔しちゃいまして、いいいいいい、この後もいっぱい打ってもらって、はい、練習します。、はい、ありがとうございます。まあじゃあそんな感じで、まあこの動画がいいなと思ったらぜひ、はい、いいねとチャンネル登録をお願いします。お願いします。ありがとうございました。